どうも、皆さんこんにちは、こすけです。今回は CD コラボの長寿極級を、よく、まあ、リクエストの多かったアテナパーティーですね、こちらで攻略していきたいなと思います。まあ極力無課金の方でも組めるような編成を、まあ、考えたんですけども、ちょっとこのアポカリスプスだけですね、ちょっと申し訳ございません。ちょっとやっぱり陣形が1枚欲しいです。まあ、他のも代用できるモンスターだったら、まあできれば、まあ、やっぱまあメイメイ、ワンチャンレイランぐらいかな。やっぱ光を作ってくれる陣ならまあいいかなと思います。はい、ではリーダー、アテナです。でサブ、まあこれ覚醒終わってないんですけど、まああまり気にしないでください。ただ単純に玉ドラ不足なだけです。はい、こちらもその玉ドラ不足の影響を受けています。でまあここパズドラビア入れてますけれども、もう一枚バルキリーとか、もう一枚バーチェとかでも全然構いません。むしろそっちの方が良かったりしますし、まあなぜか出ちゃったって人もアポカリプス2体とか、まあメイメイアポカリプスとか入れていただけたら、まあもちろん安定性が上がります。では挑戦していきます。まずワンフロア、ワンフロアとか、まあ道中なんですけども、まあこの辺は副属性の木を使って、サクサクっと突破していきたいですね。まあ4つ消しにして、あ、1人が消えちゃったか。まあ、多分アッパンダとかは残っちゃうんですけど、もしスキルレベルが上がってない方は、木の4つ消しとかで、まあ、いい具合にアッパンダを残して、スキルを貯めていただければなと思います。はい、それでは次、まあ、今回はもうパパパーといっちゃいますが、とりあえず4つ消しをね、しっかりできるように光の4つ消し、とにかくこれだけ意識していきます。はい、でここなんですけど、今回アテナやフリーダーフレンド2機能振ってあるので、まあ、一応4つ消しすれば多分突破できると思うんですが、プラスをね振ってらっしゃる方ばっかりじゃないと思います。まあ、こうやってすれば十分全体攻撃でも突破できるんで手数でね。はい、ではこのトンビリ、地味にこのトンビリが強いので、盤面を見てバーチェか、バルキリーか選択して変換を使ってみてください。まあ、今回ですと、まあ、バルの方が、まあまあ、バルが1個分多い。で今回5-4で消します。属性強化がね、1個しかないんですよね。光のドロップ属性強化は他ないので、なんで5-4とかで消して突破というかダメージ与えていきたいなと思います。十分ですね、5-4で。で、こういう風にね、2-3とか余裕がある時はしっかり盤面を調整していきましょう。スピードは出ませんが、これをねやっておくかやっておかないかで結構安定性が変わってきますので。はい、でベアが3ターン、アポカリプスが残り2ターンで、まあこれで、で次が、6フロアかまだ、うん、そうですね。ここで、光5個、木5個、木ドロップ5個をしっかり残しておいて、次のここで出てくるとクリスタルを、全体攻撃で、一掃できるように対応していきます。はい、突破ダチュロ、あ、今回こっちですね。ここも結構大事なポイントだとは思うんですけれども、ここでもしアパンダが出てくると 99% ダメージが飛んできます。で、できれば、戦い方としては、2ターンとりあえず回復で、次にもし回復が全然追いつかないってなってしまったら、次のフロアで毒がバーンときますね。そのタイミングでアポカリプスもしくは、メイメイなど、まあ、そういうジンのスキルを使って弾いてください。でそれでワンパンします。
今回はそんなに厳しい状況にはならなかったのでいいんですけれども、まあラッキーだったかな。ね、あのアテナパーティーとか HP を上げてくれる分、あの毒でのダメージっていうのは非常になんていうかでかいので、はい、それでは、はい、はい、で今回なんですけれども、そうです、ここで一旦だけで、一旦だけです、一旦だけドロップを、これでカウントダウンの圏内でバルキリーを使います。ここでアポカリプスを使用します。でもって、一応アテナ、まあ、4-4 で消せればいいんですけど、まあ、運悪くね、あのドロップが偏ってしまった場合だけ悲しみに暮れます、はい。まあ、どうしてもねジンのスキルを使ってるっていうことは、まあ、そんだけのリスクは背負って、まあ当然って構わなくて、はい。で闇ドロップなんですけど、極力こうやって残す、まあなかなかね、まあ落ち込んだまで消えちゃいますけど、まあ極力、まあ、残ればいいかなぐらいで、コンボをしてあげれば、まあ、4-4 で消してドロップ強化が入れば一撃で落ちるので、モルボルは。で最後にバーチを使って、今回はね非常に運が良く、非常にたくさんの闇ドロップが残ったので、有効な変換でやりました。で最後エンハンスで、極力4つ消しを意識していきたいなと思います。こんな感じでしょうか。はい、で、十分いいダメージが入りましたね。7割ほど削れたかなと思います。で最後に、まだバルキリーが、一旦残っております。ただ、注意していただきたいんですけれども、敵光半減が入ってます。で、最初は闇ゲージだったので、等倍で入ったんですけども、ここからは4分、まあ、本当に半分のダメージになってしまいますので、しっかりコンボを組むなり、まあ、4つ消しを入れて絡ませていかないとほとんどダメージが通らない状況になるです、はい。まあ、なので、そうですね、回復を残して闇を残す、で最終ターンにあとは全てをかける感じですかね。2最終ターンといえど、まあもうここでもバル溜まっちゃったか。じゃあもうバル使っていきましょう。まあ444ですね。なんでこんな村井さんみたいな戦い方になってるんだろう。まああまり気にしません。いきます。これは突破できたんじゃないかな。エンハンス入った。おお残んのかい。まあさすがに最後は削ったでしょう。はい、ギリギリでしたが、なんとかクリアすることができました。まあやっぱりボスのね光半減が結構きついですよね。パズドラ部屋のところを、まあ、イザナギとかミューズかなに変えれる方はぜひそちらの方を使っていただければなと思います。まあそこそこあの編成難易度というか、うん、まあ相性のいいサブモンスターっていうのがもうちょっといるとは思うので、まあアポカリプスもしっかりそうですが、エンハンスだとやっぱりイザナギとかミュース、まあこちらこの辺のねモンスターをまあ編成できればできるほど、なんていうかダンジョン攻略自体は楽になっていくと思いますので、ぜひぜひお手持ちに持ってらっしゃる方は、使ってみてください。以上でございます。あと覚醒はしっかりしましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。